私はハルカ、29歳、彼氏がいない。結婚するならパイロットがいいな。なんでパイロット？なんかかっこいいでしょ。かっこいい？そう、例えばねえ、タクヤ。ん？また海外に行っちゃうの？うん、今度はサイパンだよ。1ヶ月は帰ってこれないかな。そんなに？うん、ずっとこうしていられたら幸せなのにな。うん、でももう行かなきゃ、乗客が俺を待ってる。うん、行ってらっしゃい。お前、ドラマの見過ぎで目が悪くなってないか？しかもなんで名前がタクヤなんだよ。なんとなく。確かにパイロットは平均年収1000万円を超える人気の職業だ。だがパイロットは仕事で海外を飛び回っているから、なかなか家に帰ってこれないし、感情が大事故を招くから、フライト前は何があっても笑顔で接しなければならない。家に夫がいないと寂しいという女はパイロットの妻には向いていない。なるほど。じゃあ野球選手にしようかな。野球選手か。うん、どこがいいんだ？スポーツ選手って年収も高いし、スポーツできる人ってかっこいいじゃん。やめとけ。野球選手の妻はお前には務まらん。え、なんで？まず野球選手は1年の半分以上は家にいないし、家に帰ってこれても夜遅くだ。土日の休みもない。さらに体の故障や二軍への降格などに常に脅かされる。私が支えないと。そして平均引退年齢は約29歳だ。29歳？ああ、お金と健康の管理、子育て、夫のサポート、そういったことをそつなくこなせる大人の女性でなければ野球選手の妻にはなれない。無理です。じゃあ弁護士にしようかな。なんで弁護士？お金もたくさん稼いでそうだし、頭も良さそうでしょ。 SNS に私の悪口書かれたらすぐに提訴できそうだし。うん、まあ確かにそれはあるかもな。人の話も聞き慣れてるから、お前のくだらない話にもうんうんうなずいてくれそうだしな。でも理想はやっぱり医者だけどね。医者は確かに女子が結婚したい職業1位だ。ピンキリだが経済的にも安定している。うん、白衣姿も素敵だよね。だが収入が多い反面激務だから、なかなか家庭の時間を作ることはできないし、休日に呼び出しや緊急オペが入ることもある。命を預かる仕事だから、家族の行事よりも仕事優先だ。なんか大変そうだな。まあでもやっぱり現実的には国家公務員がいいかな。安定してるし。公務員にもいろいろあるだろう。学校の先生とか消防士とか。まあ公務員なら何でもいいや。ボーナスも休みもあるし、野球選手みたいにクビになることもないし。なるほど。はるか、うん、職業と結婚したら離婚するぞ。確かに。ちなみにリンはどういう人と結婚したいの？優しい金持ち。今日の授業は終わり。またしてね。